このプロジェクトはコロナ禍で来場者数が落ち込んでいた地元のプロスポーツチームを応援してもらおうと岡山市が企画したものです。対象チームはサッカー J2 のファジアーノ岡山、バレーボール V1 女子の岡山シーガルズ、卓球 T リーグの岡山リベッツ、バスケットボール B3 のトライフープ岡山の4チームで、今日は市中心部にチームのエンブレムが書かれた旗や看板などが設置されました。また今日は M1 グランプリで優勝した津山市出身のお笑いコンビウエストランドの2人が岡山市北区の宝冠町商店街でポスターを貼るなどしてファジアーノを PR しました。ちょっと待って、激ムズの場所なんですけど、今年はです、あれですよね、J1 昇格。いやもう間違いないでしょう。なぜなら今岡山旋風が吹き荒れてますから。そうですね、我々をね、筆頭にね、筆頭ではないんで。ありがとうございます。すみません、お邪魔しました。ウエストランドの2人は津山商業高校のサッカー部出身ということもあり、これまでもファジアーノのイベントなどに積極的に参加しています。ちょっとね、昨シーズン本当に惜しいところで J1 昇格を悔しかったっすね、逃しちゃったんで、今シーズンこそはっていう思いが我々もそうですし、多分皆さんもあると思います、ね、我々に続けということでね。偉そうに言うな絶対に